見逃しらせんぞってな。あ、そうそう。いや、弟が戸籍から抜けかけたっていうのはありますけど。15ミリッツ、一問一答。よいしょ。はい、今回のゲストは、からだし大山です、はい。よろしくお願いします。ちょっと俺たちも7本撮りの7本目だから。いやいや、まあ、だいぶお疲れってことですか。なんか自分で質問して自分で喋っちゃうやばすぎるでしょ。さっきまで元気あったじゃないですか、相方のところ。1人で4、前田は仲良いんだよ。いやいや、仲良いんだよ。テンポそがれますよ。いいっすか。お前怒りすぎじゃない。怖いね。さ、いや、違う頭おかしいじゃないですか。お前さ、ほんとクレイジーだよ。お前クレイジーだよ。I'm a crazy man。 エロゲでおい、バカじゃないか。ちょ、ほんと俺らじゃないって。いや、ダメだって。何、そもそも元祖の Q さんいないんだから。これ Q さんあってのピロのピロのね、そう Q のピロのクレイジーマンってギャグをパクって言って。いや、だから今パクってるって言われて俺も困ってんすよ。俺やってないのに。で、早速ね、大山に15分間質問し続けますから、はい、ちゃんと答えてください。お願いします。答えにくいのがあったらパスしてもいいですけど。パス、うん、これでもちょっと答えてください。我々のこと知りたい人もいますから。はい、ね。よーい、スタート。はい、本名は、大山和也です。おー、和也です、はい、出身地は群馬県前橋市、はい、何町。じゃあ、ちょっとそこまで言うと、ちょっと住所特定されちゃったんで。え、そうなの。そうなの。ラジオで住所特定されちゃったんで、その町まで言って。なんでちょっと今、市まで。なるほどね、言わないように。そう、すみません。はい、年齢はは35歳です。35歳。前田と同い年。前田、いや、1個前田が1個です。なるほどね、はいはい。趣味は、まあ、エロゲーとかアニメ鑑賞とかにはなります。エロゲーってのはどういう。エロゲーは、まあそのときめきメモリアルとかキミキスとか、最近で言うとラブプラスとか、恋愛シミュレーションゲームです。それエロゲーなの。いや、それに、まあ、だ18禁要素がついたものがエロゲーです。だから それだけだとエロゲーじゃないですよ。恋愛シミュレーションゲームに。そうですね。で、エロゲーで好きなやつを。好きなタイトル。好きなタイトル。あ、好きなタイトルですか。うん、あ、いや、だからそのジャンルにもよりますけど、うん、まあ本当に好きなのは G 戦場の魔王とかになるんですね。G 戦場の魔王。G 戦場の魔王。G 戦場の魔王とか作品があるんですよ。とか。あ、まあ。変身パンツになってクンクンペロペロ。いや、お前さ、まずいって。何言ってんの。違う、そういうタイトルやばいってよ。やばくないっすよ、お前。クレイジー。いや、そうあれカットされてんすから。カットされてんの。カットされ使われてるよ。使われてないっす、ほんとに。はい、西山で特技は、特技はブラインドタッチ。やっぱそのノートパソコンをエロゲやったりするんで、あ、でも、まあ、見ずにできるんだ。見ずに、そう、キーボード見てる場合じゃないかな。見てる場合じゃないです。関係ないですよ。普通にそれは、はい、検定みたいなのもなんか2級とか取ってます。すごいね。はい、ね、休日によくしていることは。エロゲ。エロゲです。それそうだから。好きな食べ物は。好きな食べ物、まあ、つけ麺ですか。つけ麺好きなの。あ、そうなんだ。どこですか、好きなと。一番おすすめですよ。いや、そんなつけ麺。今はあんまり言ってないですけど、なんかあんま聞かないよね、つけ麺。いや、それうまいよ、もちろん。いいけどね、ラーメンっていうのは。ラーメンだったらつけ麺なんですよね。いるでしょうよ。だから変わってるな、やっぱり。いやいや、当時は学生時代はよく六輪車行ってましたね。ああ、まあ言うね。大崎にあったと、うん、はいはい、六輪車ね。最近はどこまで。いや、でも最近は渋谷の、なんか武骨とかいうところとか、ね、あとか行って、ね、近いっていうのもあって、はいはい、量多いよね、でもあそこで。あ、そうですね、多くできるね。多くできるってだけで減らせるんで。そうか、帰り道か。そう、帰り道とかにとか知らせんのってな。あ、そうです。ダメだって。危ないから。俺マジでこの地元の駅で顔バレしてんすから。いやー、だからダメだと。顔刺されてんだから、俺最近。
いやさ、ダメだってこれ、ね、もう5分ぐらいなんすか、そこからダメ、お前、俺も結構編集あるぞ、ダメだダメぞ立ち合った方がいいじゃん、編集編集、編集ないよ、これいや、なかったら終わりですねちょっと、もう、もらうしかないデータをそれが、俺が編集しますしょうがないブライドタッチで、ブライドタッチで関係ない、ブライドタッチ関係ないお前が編集するんだよ俺がやるしかないでしょ、はい、そうなったら嫌いな食べ物は、いや嫌いな食べ物は、うん、だからまあブルーチーズとかですかね。なんかおしゃれやな。まあまあ、まあまあ、その調味料でケチャップとマヨネーズが嫌いっていうのはありますね。ああそうなんだ。それはかけないです。あだたこ焼きとかそういうのも。まあソースだ。まあソースだけケチャップとマヨネーズ。あんまり好き。オムライスとかはじゃあ。そうそうそう。あだから食わないです。食わない。食わないんだ。オムライス基本的に食べないです。つけ麺ばっか食べて。つけ麺。いやそれはいいでしょ。まあ、バカではないですけどつけ麺好きだっていうね。学生時代にやっていた部活は。まあ、英語部とパソコン部ですね。英語部、はい、英語習うってこと。そうですね、なんか英語を習うだけのやつなんですけど、うん、まあ英語ができない英語部員として有名でしたね。英語ができない英語部員そうですね、学校では有名だったんですけど、有名でしたね。3年間ずっとやってたんですけど、うん、最後に言われた一言がその女の教師の方だったんですけど、うんはいはい、あんたが私の息子だったらクッてるって言われました。どんだけ。いやめっちゃできなくて3年間だって英語部員よくやめなかったなお前英語部。いやいや楽だって聞いてたんで俺もそれで入ったんで、はい、まあ、そこでパソコンのは高校の時にパソコンが入りましたね。今欲しいものは、いやだから本当に、まあエロゲなんですけど、はい、プレミアムのやつがあって、はい、まあ、海から来るものっていう作品が、海から来るもの、今10万ぐらいするもの、はい、そうなんですよ。もう昔の作品なの。昔の作品ですね。あの生産数がめっちゃ少なくて、ちょっと最近跳ねちゃって、うん、もうガラスケースで10万とかで売られて、すごい。そうなんです。ソフトだけでも欲しいなっていう感じなんですけど、なかなかその裸で売ってるものがなくて、なるほどね、手に入らない。なるほどね。今やりたいこと。今やりたいことですね。まあ最終的な目標なんですけど、やっぱエロゲを作るっていうのを今の興味にしてまして、作る側ね。はい。まあね、マジラブの野田さんとかもゲームを作ってるから。そうなんですよ。だから売れたらちょっとそういうクラウドファンディングとかして、ちょっと作りたいなっていう。ね、理想の。大山監修のエロゲ。あ、そうですそうです。自分がなんかそのつけ麺の汁に、はい、いや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 、そう汁にかけてるそうですよ。つけ汁からじゃないっすよ。汁だけで構造あるの。いや構造っていうか、まあ、でも本当に簡単にそのエロゲでお笑いが題材のエロゲないんで、お笑い芸人が題材のエロゲを作りたいなと思ってます。はい、なんかでもそれ普段からそういう目でさ芸人のこと見てるって思われちゃうね。いや抜き毛じゃないっすよ。俺が作ろうかしら。抜き毛とか急に。違やめてよ。抜き毛シナリオゲーっすから俺が作ろう。シミュレーションゲーム。知らないよ。名作シナリオゲーム。恋愛シミュレーションゲームね。恋愛シミュレーションゲームの。でも野田さんも作ってたよね、それなんか。あ、ね、あそうですね。だからああいうことああいう系のやつ で、うん、でまあ、であのだからまあお笑い芸人、まあ、売れる人生もあれば売れない人生とかもあるじゃないですか、ね、まあ、ファンに手出して辞めていく人とかもいたりするじゃないですか、はい、そういういろんなルートが作れるなと思って、はい、ちょっと自分の経験とちょっと皆さんから聞いた意見いただいて、そのエロゲ作りたいなっていう。それ何芸になるの。いやそれエロゲーのシナリオゲーです。シナリオゲー、エロゲーのシナリオゲーです。その抜きパートはないってことそれは。抜かない。いやだからそのファンに手出したらもう抜きパートに行くかもしれない。いやそういうルートがいろいろあるんで、そういうルートもあるかもしれない。なるほどね。はい。そうです。はい、家族構成は。は、父母姉俺弟妹ですね。あ兄弟多いね。多いね。あ多いです。4人兄弟。4人兄弟です、ね。全然連絡とか取る。いや全く取らないですね。そうですね。あんま実家にも帰らず。実家にほとんど帰ってないですね。もう別にそんな遠くもないけど、そうなんですよ。じゃあ近すぎて逆に帰らないというか。ああ、そうなんですよね。だから、うん、あのだから使えるかわかんないですけど、そんなばっかりな。そうですね。ちょっと、はい、あの弟が戸籍から抜けかけたって言われますけど。何があったんだよそれ。そんなんばっかだ。何があったの。いやだから一応未遂で終わったんですけど、なんかその親父の知り合いが完全独り身の方いらっしゃって、うん、はい、結構病気されてる方で、自分が死んだ時遺産とかを死んだ場合全部国に行っちゃうじゃないですか。相続させられる人がいないから、ね、あのそれがすごい嫌だったらしくて、うんうん、あの俺の親父にお前んちって男2人いたよなっつって、はい、あの長男いるから弟くれないかって言われて、うん、で親父は結構金にがめついんで、
まあ、弟に聞くわ。で、弟は弟で金にがみついんで、うんって言って、あの話がちょっと途中まで進んで、途中で発覚して、俺がたちが止めたというか、姉と俺で止めました。なるほどね。そうなんだ。そうですね。養子縁組みたいなもんですよ。そうそう、俺知らない間に弟いなくなりかけた。なりかけたんだ。すごいね。未遂で終わりましたけど。すごい話だ。ほんとヒヤッとしましたね、あれは。はい。さすがに。好きな女の子のタイプは？はあの黒髪ロングの清楚系で図書館にいそうな女の子っていう。はい。すごい具体的だな。理想なの。それはゲームの。ゲームで言ったら誰？ゲームで。あ、ゲーム、あの、じゃあ、ゲームじゃなくて、魔法先生ネギマっていう魔法、ああ、ネギマ、あの、宮崎のどかちゃんっていう図書館にいる女の子が、うん、そういうタイプとか、前髪隠れてておとなしい感じ、ああ、が好きなんだみたいなタイプ。現実にってこと、もう現実でもそういう方いるとは思うんで、まあ、まだ笑ったんですよ。いや、いるでしょ。いや、いると思いますけど、現実の話ってこと、おとなしい。結構じゃあ、その地域の図書館とか巡りとかしてんの？いや、探しはしてないんだよ。探しはしてないんだよ。そんな行かないと出会いないじゃん。いや、探しはしないですけど。耳を澄ませばっていう。だから古本屋巡りとかはちょっとしたり してますね。図書館まで。人工1ヶ月呼んでもらった時とか、ちょっと古本屋にちょっと行って、やっぱそういう、そうですね。大体おじいちゃんとかしかいないですけど。たまに、たまに、ちょっと行ってみたら、そういうタイプの方が好きなんですね。はい、好きなドラマは？あ、ドラマですか。でもまあ、ショムニとかですかね。ショムニ、ショムニ、はい、一番おもろいこれだ、これ。一番おもろいは好きなドラマ、ショムニは。ショムニ、面白かったです。いや、面白かったけど。面白かったけど。面白かったいや、出ない、うん。お前しかいないと思う、多分。いや、そんで、いや、俺無限大レギュラーで、大山だけだと思う。めっちゃ見てましたよ。絶対に。絶対に。面白かった。見てた、もちろん見てたけど。見てたけど、ショムニ出ないって。一発目の一番じゃなくない？いや、俺、それが一番。大喜利じゃん。いや、大喜利してないです。ただの好きなドラマです。スケメンとかショムニとかさ、いやいや大喜利じゃないっすよ。ショムニが好きなんで。何が悪い？いや、ショムニ強い。強いです。ちょっとずらしがうまい。いや、ずらしてない。ずらしが正直言ってるだけですよ、別に。好きな芸能人は？あ、芸能人ですか。まだ引退されちゃいましたけど、堀北真希さんとか。ああ、好きでした。はいはいはい、可愛かったね。好きな曲は？あ、曲ですか。あ、でも。聞くの？そうですね、エロゲソングとかは聴いて、あの夢見る薬の世界にさよならっていう曲が好きですね。夢見る薬っていう作品があるんですよ。あのドラッグをテーマにしたエロゲなんですけど。絶対ない。いや、結構泣ける話。泣ける話ってなやつだよ。エロゲで泣くなよ。やばいっすよ。小田さん殺されますよ。あんた終わりです。何でだよ、間にも殺されるし。何なんだよ、腹立ち回りはもう。怖いからね。怖い人ばっかじゃねえか。すぐバカにしたらダメですよ。腹立ち回りは。そうだよな。勘弁してくれよ。いいですよ。好きな映画は？あ、好きな映画、好きな映画ですか。映画とか見んの？いや、一時期めっちゃ見てた時期ありますね。うんうん、でもあの、ユージュアルサスペクツとかじゃないですか。おぉ、伏線回収。浜中さんと。浜中さんと。いや、ちょっと嫌ですね。なんでだよ。ちょっといいだろ、浜中さん。浜中さん好きなのかよ。かぶってくるんだね、やっぱこういうのね。カラオケの18番。あ、でもそうですね、あんま行くことないですけど、行くときに歌うのは修二と明の青春アミーゴ。堀北真希好きやな。堀北真希などことプロデュースに。コンビとかでさ、ネタ合わせでカラオケ行ったりとかしないの？いや、僕らしないですね。一回もない？行ったことはありますけど。その時歌ったりとかも？いや、全くないですね。ネタ合わせだけしてちゃんと帰ります。へぇ、よく見る YouTube チャンネルは？よく見る、そうですね、もう最近終わっちゃったんですけど、うん、なんか望月ひまりちゃんという VTuber の子がいて、それがエロゲ関連の動画をよく上げてる子だったんですよ。はい、それで見てました。はい、望月ひまりちゃん。もう引退されちゃいましたけど、いろいろあって、はい。VTuber。ちょっと質問飛ばしていいのか、はい、はい、相方の好きなところは？聞いていい？相方の好きなところ財布飛びましたね。いやいや、それいいじゃん、別に。聞きたい。はい、相方の好きなところですか？前田の好きなところ。まあ、なんですかね。まあ、だからライブとか、相方はよくじゃないですけど、うん、やっぱ、アイドルのイベントがあると、うん、ちょっとお笑いのライブ断ってそっちを優先するっていうのがあって、自動的に貸しが発生するんですよ。
なんで俺が出たくないやつだったら俺の権限で断れるっていう。俺が好きだ。そう好きだから。そうですね。文句は言わないんで。はい、まあまあね。あれあった場合ですよ。ほぼないですけど。確かに、ね。ほぼない。はい。ということで終了です。いやもうちょっとなんかいいこと聞きたかったな、その前田の好きなところ期待してたんですよ、ね、なんかさ、そのバラエティ向けでちゃんとさ、感謝の気持ちとかちょっと聞かせてよ。ちゃんと別にだってさ、まあ、面白いと思ってるだろ、前田のことな。好きどうしていくんだよ。まあまあでもそうですね、あのネタの期限というか納期はちゃんと守っていただけるっていうのはありますね。それは感謝してる。感謝しております。ここはね、じゃあちょっと 前田にも聞いてみて。前田じゃあちょっと大山の嫌いなところ聞いて。ちょっと好きなところ聞くんでしょ。じゃあ好きなところ前田はね、好きなところちょっと。あ、そうですね、あのたまにガストとかファミレスで、ね、ネタ合わせするときあるんですけど、うん、気分いいときは送ってくれます。そうなんや、今日は俺が払うわみたいな。かっこいいね。いいじゃん。いいというか、そうですね、払うといいときあるんだ。気分がいいというか、なんかもたついてるときがあるんですよ、小銭出すのに。じゃあ、こっちも いいやって俺出すのに。かっこいいね。機嫌がいいとかじゃないです。じゃあ、大山の前でもたついたら全部出してくれる。いやいや、今後はもうダメですよ、もうバレちゃう。先輩も。先輩は出すの。もたついたら出してください。出してください。先輩は待ちますよ、俺は。相方だから、俺は。もたつくんだったらいいわっていう。そういうことか。そういうことですよ。もたつくのが嫌なんですよ。じゃあちょっと皆さん、あのチャンネル登録よろしくお願いしますって。はい、お願いします。ちゃんと、はい、じゃあ皆さんですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。言えやお前ら。いや、なんちゅう顔してんすか。はい、どうそんな聞き方ある。終わった終わったで